はい、皆さんおはようございます。中島でございます。ですね、本日は、3月の27日、日曜日でございます。皆さん今日はお休みな方が多いと思いますけど、まあ、今日ですね、もう3月の最終日曜になります。もう来週の日曜日は4月に入りますよ。4月に入ると、いろんな行事がまたね、目白押しになると思います。まあ、その前の、ちょっとひとときの休日ではないでしょうか。それとですね、私はもう明日から、どんどんと、今回ですね、またこの季節、桜に触れて、桜とともに今年は行けるとこまで行っちゃって、で、あとはね、こうみんなでいろいろと、また楽しいイベントなんかやってみたいなと思っております。というような、まあ、本日なんですけど、私、あれです。今日まで、この秘密基地で、東京の皆さんですね、東京近郊の皆さんの、お体の疲れ癒しておりました。そのお体の疲れ癒していて、すごく思うことが、ですね、こうね、優しい気持ちになる人とか、もともと優しい方っていうのはどうしてもね、疲れやすかったりするんです。なんでかっていうような秘密をね、またこうちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、まあ過去に書いた記事とか、読んでいただくと、そのあたりも書いてるんですけど、またもしお時間あれば、また皆さんブログとか見てください。で、今日のお月様のメッセージもそうなんですけど、ヴィーナスなんですね。ヴィーナスはもう女神様ですよね、女神様。もちろん女性を象徴している、ものなんですけど、ここにやっぱり優しさっていうものすごい含まれてきます。優しすぎてもダメやしね、優しくなく人と接すると、まあいろんな負がこう来ちゃいます。ですから、その優しさの加減っていうのって結構難しいと思うんですよね。でも人は人にもともとやっぱり優しくしたいもんなんです。優しく接したいと思ってるものなんです。だけれども、いろんな弊害があって、いろんな妨げがあって、それが素直にできてない、そういう状態も作っています。ですから、まあ今日はですね、1つ2つ3つぐらい意識して人に優しくしましょう。ちょうど本当にこの、ヴィーナス、ヴィーナスの、メッセージも、それを伝えてきてくれてるように、優しさ、優しくね、これに助けられて、きっと何か違う、良きもの、良き日と、良き時間過ごせると思いますので、まあ、そのことを意識してみてください。それとですね、まあそれに付随して、これヴィーナスともね、関連してますけど、今日の数字は6です。調和。調和です。優しくしてると、いろんなものが調和されていって、なんかうまくスムーズにくるっと、うまく進んでしまう。まあ、そんな感じになると思います。あとですね、意識する色はインディゴですね。藍色とかじゃなくてインディゴ、ちょっと紫がかかったような紺色、青色って感じですね。その色を意識してください。あとですね、今日はそうそう、久しぶりに魂のからやっておきましょう。魂の共鳴から、これ黄色なんで、どこかこう内側に、例えばこうバッグの中に黄色いものを入れてみるとか、まあそういうふうにしてください。そうすると、優しさっていうのは自分の魂の中からもすごく出る行為なので、魂の方の、共鳴も助けてくれて、なんか一言する行動、一言言う言葉が優しさに満ち溢れてくれる、そんな感じになると思います。ということで、皆様、今日もですね、まあそういったことに意識して、今日も一日良き日としてください。それではまた明日お届けしたいと思います。それでは皆さん、今日も頑張ってねー。